富士祭りで賑わう、脇神社境内の富士園脇神社は、鹿児島県霧島市にある神社である。脇清丸公命を祀る。神号は、森王大,大名神。祭神である、脇清丸は、神後慶雲三年、宇佐八幡宮信託事件に関連して、大隅国へ遠投となった。後に名誉回復されて敬へ戻っている。楓江六年、鹿児島藩大十一代藩主。 島津成明が、日向国、大隅国を視察した折に、この地に松を手植えし、側近の八田とものりに命じて、脇港の遺跡調査を行わせた。この結果、この地が脇港の入る地であったことが確定した。昭和14年に、脇清丸港聖中検証会ができ、脇神社総建の請願を行った。同17年5月6日に県社として、創立許可が下り、 翌18年に帰港したが、実際に鎮座したのは、戦後の昭和21年3月である。霊大祭は5月6日で、これは創立許可が下された日である。このほか11月第3日曜日に、猪子祭りが開かれる。拝殿前には、の獅子がある。これは入るの際に、宇佐神宮に参敬しようと部全国に上陸したところ、稲子が腰を守ったとの伝説により、稲子が、 和気清丸の守護神とされているためである。近隣の妙見温泉観光協会が平成7年の井戸市に妙見温泉命名100周年を記念して奉納した白いイノシシが飼われており、愛ちゃんの愛称が付けられている。また、平成19年の井戸市には境内にイノシシのダイエマが作られた。その後、平成20年5月25日生まれの わきちゃんという愛称の白いイノシシも飼われている。社務所の脇には、坂本龍馬と龍の夫妻が、日本で最初の新婚旅行といわれる薩摩滞在でこの地を訪れたことを記念する石踏みがある。鳥居の前には、中列分け港の遺跡石踏みと、偽人稲積沖菜の日が立っている。稲積沖菜は、清丸がこの地に入るされていた折に、その世話をしたとされる人物である。 山道前の滝見台からは、中津川にある犬飼滝を見渡すことができる。犬飼の滝縄神社から県道4 7十号線、早戸方向を望む。ありがとうございます。